株式会社新湯がお送りする新湯ビリケンクラブ、今日も代表あゆみさんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。さあ、昨日は節分で、今日から、はい、まあ、暦の上では春ですけれどもね。そうですね、これから2013年がいよいよ始まりますので、これから楽しい人生が来ますので、楽しみに頑張っていきましょ う, そう、はい、ワクワクしますし、ね、あゆさんの顔見てるだけでワクワクしますね。ありがとうございます。いつも笑顔がいいですよと私が言うのもおかしいですけれども、ありがとうございます。さあ、毎月テーマごとにお話を伺ってるんですけれども、はい、今日もまたテーマ興味あります、はい、女性の話を笑顔で聞く男性は成功する。そうなんですね、最近はですね、たくさん成功法則出ておりますけれども、一番早い成功法則、まあ、実体験なんですけれども、成功法則はやはり女性に好かれることですね。なるほどね、はい、でも結構難しいんじゃないですか、女性に好かれる、まあ、恋愛とかではないですよね。そうですね、好き嫌い、あの人いい人っていうのも入っていいですか、はいはい、感じいい人ですねっていうのも OK ですよね、はい、はい。で、この女性に好かれるとはですね、女性の性質をやっぱり知らないと、うん、あの女性をコントロールできませんね、はい、やっぱりおっしゃる通りかと思います。車もやはりね、性質知らないと、運転の仕方を知らないと、あのドライビングできませんので、はい、女性の性質とはですね、まあ、あの個人差はありますけれども、大域喋ることが大好きです、はい、大好き、大好き、あゆみさんも好きですよね。大好きです、もう一日中喋っても全然疲れませんのでそのタグですね、私疲れますよ。そんなに喋り続けるんですか。喋りますね、だから喋ってはいけない。最近はですね、話し方の、ね、お勉強もちょっと本読ませてもらったら、ずいぶん私ばっかりマイクを持ってると、それはダメですと、 NG ですという本を見まして、私ダメだと思いながら、はい、最近ちょっと気をつけてるんですけども。そうでございますね、はい、承知しました、で男性はですね、はい、男性で喋る方がいらっしゃるんです。おしゃべりが、まあ、うん、好きなのは結構なんですけど、こう理屈っぽくね、あだこうだっていうのを言われますと、女性はどうしてもだんだん顔がね、引きつってきます、はい、なるほど。そうすると女性に嫌われますね。そうですね、はっきりおっしゃいますね。はい、どうでしょうか。あ、でもそうですよね、まああのまあ、女性を応援して、先ほどもね、あゆみさんがおっしゃったように聞いてほしいですから、最初のうちは ね、 そうですね、出会った時は男性に興味津々で、いろいろ聞きたい面もありますが、そうです、ね、やっぱり聞いてくれる方が誰も全然 OK ですね、はい、ですから、こあの本当出会いもそうなんですけれども、最初の本当10秒パッて見ても好き嫌いはっきりしてますから、はい、もうこれから婚活される方はもう笑顔で、あの顔引きずるの頑張って笑顔で入ってもらって、ね、それは男性に言ってますか。男性も女性もですけれども、はい、はい、笑顔でも10秒で決まります。なるほど、ね、もう10秒でお断りモードに入ってる方もいらっしゃるしねそうですか、あ、これ無理だわってね。そうすると、まあ、仕事もうまくいきませんし、営業の世界ではもう嫌われてしまえば、女性に嫌われると、まあ、職場の人間関係もまずいですし、ね、営業に行ったところも奥様でも、ね、嫌われるとまずいですよね。なるほど、大体、まあ、オーナーがご主人で奥様が、うん、まあ、経理なんかされてるところも割合ありますもん ね、 そうですね。で、社長さんに一生懸命保険の話、例えばですよ、ものを販売するであれもあってましても、あのこう説明をしますね、はい、で男性の、ね、社長さんとかご主人はあの質問をよくするんですよ。これはどういうことだねとか、この時はこうなんだろうかとか、はい、すごく質問される割には結論が出ないわけですよ。ちょっと思い当たる節ありますね。3時間ぐらい説明するんですけれども、全然こう結論に足らないと、契約に結ぶない、で途中から帰っていらっしゃった奥様に、あのこんにちはって、この男性の方、若い男性の方がね、はい、こんにちは、素敵な、あのお元気そうですねとか、こう素敵な洋服ですねってちょっと褒めてただけで、あの全然説明してないんですけど、はい、あら感じいい人ねって言って契約、もう印鑑パンって、あ、10分かからなかったらしいですあ、それは実際に成功談であるんですか。あります。いやー、そうですか。うちの母親でもですね、あの田舎で暇なんですよ、はい、で、セールスマン来ますと、あのなんか、電話のこの辺電話交換しませんかっていう営業マンいらっしゃって、暇ですから、この人感じいい人ねって始まると、こう10件ぐらい紹介に回ったらしいですけど、このお兄ちゃんね、かっこいいから、ちょっと契約してあげてって、このお兄ちゃんかっこいいから契約してあげてっていう感じで10件ぐらい契約もらったって
お兄ちゃん説明せず。そうですか、はい、まあ、重々ちゃんとあのでも、ね、きちっとした人かどうかの判断も必要でございますが、やっぱりその営業マンサイド、男性サイドからすると、はい、やっぱりそういったもので受け入れられればその後続きますからね。続きますよね、紹介も出ますよね、そうすると営業成績上がりますから、やはり成功していきますよね。やはりその、まあ、聞き上手もそうですけれども、はい、あの質問上手にもならなきゃいけないし、また第一印象の笑顔も大事だし、はい、ということで。そうですね、だから笑顔もいろいろ言いましたけれども、最終的には本当笑顔です、ね、笑顔キープ1分間の練習はぜひ日頃からやってみてください。そうすると今月もついてることがいっぱい、いっぱい起きます、ね、ぜひ今日のあゆみさんのお話を参考に日々楽しくね、はい、ついてるついてるということでお過ごしいただきたいと思います、はい、今日は株式会社新湯代表のあゆみさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。